こんにちは、カタリストレイラです。今回は、ステージ21さんのブースにやってまいりました。そして下田社長に新しくできたルクシオペロ3をご紹介していただこうと思います。じゃあ徹底的にお願いします。はい、下田です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。一つ注意点があります。はい、出来たてで熱いんであんまり触んないでください。わかりました。はい、火傷しちゃうから。そうですね。はい、わかりました。はい、熱々の出来たてほやほやの一台ということですね。はい、ミリミリランド。はい、もうルクシオプロ自体はすごく人気の車両で、うん、ワンツーと来たじゃないですか。そうですね、来ましたね。ワンは後ろの方に全部こう、はい、グッズが揃ってる、はいはい、でツーはその後ろの開口部分欲しいよっていう方のためにちょっとこう散らした形になっていました。ね、はい、そして3の一番見どころはどこでしょうか。見どころはね、はい、今ね、はい、うちのルクシオに限らず他のキャンピングカーもそうかな、買う年齢層がすごい下がってきてるの。そうするとね、会場にもいらっしゃるけどこんな小さい子の手を引いて見てらっしゃるお父さんとかいるのね。はいはい、そうするとうちの場合のルクシオ1、2はセカンドシートがベンチシートだったんです。横座りなんですよね。そうなんです。そうするとね、はい、チャイルドシートつけられないんです。そうなんですよ、法律で。法律でね。そうなの。だから、はい、もうそういうお客さん、ごめんなさいと、この車あなたたちの車じゃないんですよって、そういう話をしかできなかったんで、ね、答えられなかったですね。そうなんです。そこでそれをなんとか答えられようとして、はい、それにはやっぱりこう展開する前向きのシートじゃないと無理だねっていうところで、レボシートを採用させていただいたの。なるほど、そこでレボシートが出てきたんですね。うん、それによってね、やっぱりお年寄りを送迎しなきゃいけないとかとか、はい、そういう方たちにも対応するし、ね、もうちょっとね、幅広い形のユーザーをうちは確保できるかなと思って。おー、そうですね。うん、そうなんですね。ちっちゃいお子さんのいるファミリーだったりとか、はい、前向きじゃないと座りづらい。そうですね。お年寄りにも優しい時代ですよってことですね。で、なんで今までレボシートをやればよかったじゃんって言われるんだけど、はい、結局レボシートつけると、はい、まあ、ご覧になると分かるんだけど、ちょっと室内が狭くなるのね。どうしてもね、レボシートそれなりの大きさがありますので、 そして動かないので、そうなんですね。あとは、うん、ベッド幅がうちの場合140近く取れてるんだけど、はい、レボシートってこのタウンウェイス用って120しかないんです。120までですね。そうなんです。だからちょっと狭くなっちゃうのね。そうですよ。その辺をね、ずっと躊躇して採用しなかったんだけど、いよいよね、やっぱりそんだけ年齢層下がってきたんでね、皆さんの期待に沿った形で車を作んなきゃいけないなって、これができたわけです。あ、はい、すごい、コンセプトがよくわかりました。はい、そうですか。触りに行っていいですか。あ、どうぞどうぞ。暑いですから気をつけてね。で、やっぱり後ろから見てわかるように、うん、冷蔵庫、電子レンジ、そしてこの裏にはクーラーも、そうですね、ワンクール21が、はい、ここに入ってますね。はい、シンクもしっかりとついてます。はい、そうですね。これね、水ですね。ですね、水タンク入ってますね。はい、なので外からも、はい、そうですね、非常に取りやすい。レナさん、これすごいでしょ。びっくりしました。タウンエース版のキャンピングカーの中でナンバーワン、8ナンバー登録だ、当時ナンバーワンです。すごい、ね、ここまで来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ダダダダダーンって入ってるかな。素晴らしい、入ってます。ね、うん、だからね、やっぱりお客様曰く、お値段が安いよねっていうの、こんだけついて。そうです、そうです、うん、これだけの装備ついて、ね、あれ、これ値段大丈夫かなって、うん、いつも社員さんに、ね、怒られるぐらい、社長その値段じゃちょっとみたいな、そういやでもこれで行こうよって言ってね、お客さんに喜んでもらってる。ね、その辺がね、だんだんお客様に浸透してきたのね。そう、それはやっぱり皆さんのおかげかもしれない。あ、そうです、うん、でもね、2021っていうと、それが標準装備だよねっていうのが、もうお客さんから言っていただけるようになってきたの。ゼロシリーズはね、そうですよね。そうなんですね。でもね、下田社長もすごいね、チャンネル登録者数もいますし、うん、そしてね、ファンの方がいるので、今朝も開場したら、もうまずは写真を撮りたい、ね、ファンの方がいっぱいいて、写真撮影会からのスタートだったんですね。あの等身大のパネル作ってさ、はい、パネルとで一緒に本物と、そうなの、そうなの、お客様と今日何枚撮ったか分かんないぐらい撮ったの。すごい、うん、ね、もう大人気の、ありがたい話だね、はい、本当ね、はい、スコノカミみたいなね、すごいいいお顔されてますので。はい、じゃあ、私カタリストレーナーも間に挟まれてよろしいですか。はい、これ、はい、等身大で作ったん で、 こういう感じで、ちょうど同じぐらいで、どうでしょう。はい、こんな感じで、はい、皆さん写真撮影をされたということですね。うん、そうですね、はい、嬉しいです。はい、そしてじゃあちょっと中も拝見させてください ね、 そうですね。みるみるランド、こっちから行きますか。はい、
はい、このファイブドアでちゃんとこう両側使えるっていうのも嬉しいです ね、 ですね。これがレボシートでね、今後ろ向きに作ってあるけど、はい、欲しいと後ろ向きですね。そうですね。やっぱりあの大きなテレビもついてますし、うん、ベンチレーターもバッチリついていて、これはね全部変わらず、もちろんクーラーもワンクール21がついてますね。うん、ついてますね。はい、でこうすると、うん、広く来た場合にどれぐらいのベッドサイズになるんでしょうか。ベッドサイズはね、横こそこが140でここは120ですね。そうですね。でそれがあのこの椅子のもうちょっと前に出してギリギリまで来て全部ベッドになりますね。縦はどれぐらいになるんでしょうか。縦180以上ありますね。あ、そうなんですね。はい、今中に入らせてもらいました、島田さん。あの表の立ってる温度と中って違うでしょ。はい、違います。涼しくなりました。エアコン入ってないけど涼しいでしょ。すでに涼しいです。やっぱりね、断熱効果ですよね。大きいですね。こんだけ違うんですもん、本当に。本当に日陰で、だからこんだけ断熱をした車でなおかつこのワンクール回したらやっぱり冷えますよね。そうです ね、 ね、冷えないわけがない、本当に。、うん、やっぱりね、そんなにハイエースほど車体も大きくないので、そうですね、やっぱり十分ね冷えていくような形になりますし、はいはい、そうですね、それが早いなっていう感じ。そうですね、やっぱり断熱効果がもともとやっぱりねあるので、うん、それで早い感じが、うん、だと思いますね。なかなかね、はあ、いい感じでしょう。いい、ね、うん、これですと、うん、あのお子さんとか、うん、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんも、そうですね、今後ろ向きになってますけどね、これであの対面でこうテーブル囲えるようになって、ね、皆さんでね、はい、埋めるような感じになりますよ ね、 そうですね、ちょうどいい位置にありますので、うんうん、うんうん、ですね。やっぱり明るいですね。まあ家具も白だから余計そうなのかな。そうですね、そういう見えるんですかね。そういうのも、うんうんうん、あると思います。やっぱりこうスポット入っていて、でこちらにもちょっとね、テーブルじゃないですけどカウンターチックな形で使えるっていうのもすごい嬉しいですし、あとここに全部スイッチコントロール系が集約されていらっしゃるんですね。これ FF ヒーターとかも入ってらっしゃるんですか。そうです、この車はごめんなさい入ってないんだ。あ、そうなんですね。FF はねオプションになってるんですよ。あ、ここに書いてあったから。あのね、コントローラーだけつけてるみたい。本体は その右下にないですよね。ですね、うん、あのオプションなんです。なるほど。意外とね FF 標準装備にしちゃうとね、じゃあ使わないっていう人結構いらっしゃるの。うん、あの電気毛布でコンセントでいいやっていうね。確かにいいやってなりますよね。そうなんです、乾燥しますしね、うん、そうするとね最初は標準装備でつけて、要はお金もその分高くなるじゃないですか。はい、だったらね、あのオプションにしちゃった方が元々が安いんで、そういうふうにあの FF に関してはしてますね。うん、そうすると手がね、はい、届きやすくなりますし、そうなんです、はい、うん、いいですね。ええ、やっぱりクーラーはね、夏どうしても暑くなるからないと、これないのはもう、今キャンピングカーじゃないですよ、ね。こんなこと言っちゃっていけないかな。うん、もう欠かせないものになりましたね。今ね、敵かなり作りましたね。ドドドドって。いやでもそういう考えだから、ね、標準でちゃんとつけてあげて、はい、みんなに快適な空間を提供してあげたいっていうのが、うん、やっぱり哲学として、はいはい、下田社長のね哲学があります。でうちの方で輸入してつけ始めたら、うん、やっぱりそれを見たお客さんがすごい皆さん幸せで、そうですよね。だったらあの他の会社のキャンピングカーを買うときもね、空いてた方がいいよねっていうんで、はい、今広く、ね、日本のビルダーさんに今、はい、使っていただいてるの、供給もね、されていますからね。はい、そうするとやっぱり全体的にキャンピングカー自体が快適な乗り物っていう形に、うん、そういうことです、そういうことです。はい、だからね、やっぱり昔に比べてあの今今年なんかものすごい暑いみたいだし、うん、うん、それをね野菜ができないとかやってるぐらいね、そうですね、うん、今年さらに暑いらしいから、うん、これでやっぱりこのワンクールみたいなクーラーがこう世に出てこなかったら、うんうん、やっぱりじゃあ夏は車中泊やめましょうっていう風な話になっちゃうと思うんですよ。そうですね、逆に1000メーター以上のところ行ってね、車中泊しようとかね。でもそれを考えなくても良くなるっていうだけで、やっぱり自由度が高いっていうのがキャンピングカーのいいところじゃないですか。そうですね、そうですね、それをちゃんとね、うん、保てるように。そうですね、そうするとキャンピングカー自体がどんどん発展してくれるんでね。そうですね、はい、みんなも遊びに行っていい思い出たくさん作って、ねね、そうですね、行ってくれたら一番いいですもんね。うん、そうなんですよね。メルメルランド。今下田社長にねちょっとね、うん、あの位置を変えていただきました、はい、こういう風にしてあげるとさらにね余裕を持ってゆったりとした感じでね、そうですね、座れるようになりますね。はい、はい、
でさらに前向きが可能になるんです、ね、前向き可能です。これで前向きがですね、はい、で1,2,3 と3人が3人掛けですね、はい、なので5人乗りになるよ、ベルトがここでね、はい、3点式が2つで2点式が真ん中、そうですね、はい、でもまあ前向きっていうのがね、うん、かなり安定して座れますし、そうですね、あとは何といってもあのチャイルドシートがちゃんとね、うん、前につけられてっていうのがすごく嬉しいですよね、はいはい、そうですね、ファミリーで行きたくなった時にね、うん、やっぱり毎日日常的にも使えて、ね、はい、みんなで寝られるよっていう形になりますね、うん、そうですね、うん、はい、逆に起こしてよいしょ、はい、ただいまベッド展開していただきました。こんな感じでフルフラットになりましたね、はい、でここのレポシートのところが、真ん中120センチされています。でさらに一番大きいところですと140センチ。そうですね。はい。しっかり取れてるので、はい、なので多分おすすめは、うん、頭をこっち側にしてあげた方が、ね、足でね、はいはいはい、いいかなって、そうですね、うん、はい、思います。そうするとかなり余裕があって、足も頭も余裕があって、うん、さらにここもかなり、はい、伸び伸びと寝られるよっていう。寝返り打てるよね、二人でもね。全然寝返り打てますね。ね、喧嘩にならないよね。はい、ならないですし、ちっちゃい子だったらこの間に寝かせて、ね、そうそうそう、川の字で、いね、はい、行けちゃうぐらいのスペースがしっかりとあるので、はい、すごくいいです。ファミリーでもね、うん、使いやすいサイズになってるかなと思います。お母さんがやっぱり日常的に運転するにも、うん、これぐらいのサイズ感だと普通の駐車場にも立体駐車場にも入るじゃないですか。そうなんですよね。スーパーの駐車場入れられるって皆さん言う。そう、うん、それがね一番嬉しいですし、そうですね、日常使いとしては、はいはいはい、それでやっぱり冷蔵庫もついてるので夏でもね、うん、ちょっとあの冷えたもの買っても安心して持って帰れるじゃないですか、うん、 そうですね、うん、それがねやっぱりこういう日常使いのいいところだなって思います。そうですね、はい、はい、じゃあね最後にこれ見たいよっていう方にはね、はい、どこに行けば見えるかなんかね、ちょっと教えていただけますでしょうか。見られるか、はい、はい、お願いします。はい、ですね、各イベント、うちが出展するイベントの方には必ずこれをお持ちします。はい。はい、ですからその時見ていただくか、あとは。ステージ21の本社ですね、相模原の。はい、相模原ですね、はい、神奈川県の相模原市に。本社がそこに来ていただければまず試運転できます、これで。ああ、それ嬉しい、はい、で試運転できてやっぱりこういう自分でね別途展開したりとか、うん、ご覧になれるんでね、はい、はい、それからいろいろ商談の方もあのできますから、はい、ぜひいらしていただければと思います。はい、はい、ということでね、また下田社長の哲学が詰まった、はい、ルクシオプロの3でした。はい、なので気になる方は概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、今日はいろいろ教えていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。